と羽になってる。くせ毛なんですよね、結構。朝アイロンで完璧だったんですけど、だんだんくせ毛で、夜はもうくせです。サッチー、あ、そうだ、皆さん聞いてください、サッチー山口公園に出ます。広島港パセリさん、ありがとうございます。皆さん、サッチー山口公園出ます、イエーイ、念願の、めっちゃ嬉しかったです。そう、サッチー山口公園にいます。そう、地元凱旋だけ、イエーイ。そう、山口公園、みんなも山口公園に出てほしいって言ってくれてたし、サッチーも絶対したいって思ってたから出れて、すっごく嬉しいです。あ、申し込んだ、山口公園って、やった、ありがとうございます。そう、なんと8月19日前日はサッチーのお誕生日なんですね。実はハッピーバースデーサッチーなんですよ。で、その次の日はライブで、すごく楽しい楽しい2日間になりそうです。そう、山口公演が、あの、周南市だよね、周南市のライジングホールで8月20日にありますので、お、ツアー山口チュエ申し込みました、おいでませ、ありがとう、やった、山口の方かな、そう、あるので、ぜひ申し込んでくださったら嬉しいです。サッチ出ます、山口公演、地元山口。そう、明日お会話見るために泊まれて、お、そうだね、明日は岡山公演があるので、岡山メンバーのみんな頑張って、うん。そう、そっちは明日 DMM の配信で見ようと思います。楽しみだな。安部さん、短足ありがとうございます。そう、 DMM で、山口も DMM のあれがあるので、ぜひぜひぜひ。ライジングホールは行ったことないんですよね、実は。どんな会場なんだろう。エコヤ、ありがとうございます、こんにちは。あ、来週は愛媛ですね。ライフの壁紙の壁にサインかけると、そんなことができるんですか、書きたい、山口ありがとうって書きたい。山口のツアー、夜、昼夜申し込みました、やった、地元山口待ってます、楽しみ、めっちゃ楽しみ。そう、楽しみです、とっても。サッチー、あ、そうなんだ、たくさんサインが、そうなんですね、絵描きたい、めっちゃ描きたい、あ、かわいい、ありがとうございます、やった。ライジングホールは2階席がありましたね、見ましたよ、ほんまいい声です、ありがとうございます。うちは私の作ったよ、やった、楽しみ。そう、うちはとかペンライトを見るで、ペンライトを公式でちゃんと発表してからペンライトを見るのが初めてかな。ウィンディーボーイさん、星ありがとうございます。なので、ね、楽しみですね。カムカムさん、単独ありがとうございます。もちちゃんさん、お星ありがとうございます。竹本さん、会いたい、ありがとうございます。ね、山口公園か、あの、愛媛公園に来る方は会えますね。あ、元映画館なのか。安部さん、星ありがとうございます。熊根パパさん、かわいいお魚ありがとうございます。ミニボーイさん、ハートありがとうございます。くまねっぽさん、星ありがとうございます。昨日は七夕でしたね、皆さん何かしましたか。そっちは何にも、短冊、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。こうさん、短冊ありがとうございます。メタボさん、ハートありがとうございます。そっちは特に何もしてないかな。だね、単独書いたぐらい、単独書いたぐらいですね。あと、メール取った方は見ましたか。そう、山口まで新幹線も、あ、山口新幹線は通ってるんですけど、あ、いや、通ってますよ、徳山駅に止まるので
割と交通面もいいのではないかと思いましりで思ってるんですけど、徳山で降りたら多分大丈夫です。はじりこさん短冊ありがとうございます。すごいもう個人的にここが気になって、あ、見て、今日はちょっとお買い物をしてきて、そう、あの公園に向けて、あのすごい絶対私汗がすごいので落ちないコスメが欲しいなって思って、アイラインとマスカラをいろいろ試してきました。でこっちの上のアイラインは、これは何時ぐらいだったかな、2時ぐらいにテスターでこがえたんですけど、で結構ね手洗ったりしたんだけど全然取れてないから購入決定。そう、今ちょっといろいろ研究っていうかコスメを買い替えております。トールさんありがとうございます。そう、いろいろね変えてますね。チークも買う予定です、新しいの。これ絶対いい、アイライナー。マスカラちょっと落ちちゃったけどアイライナーめっちゃ強い。そう、そこで辛そうな中華を、そう、中華食べました。中華大好き。トールさんハートありがとうございます。サッチコスメ詳しそう。サッチって多分そうでもないかもでコスメは好きですよ。あ、見て靴下買ったの、靴下これ可愛くない？みんなレッスンで履いてくから、これ見て、誰も見てるか分からない。そう買ったの。あとレッスンのズボンと歯ブラシ買ったそう、歯ブラシ買いましたっていう購入品紹介。あ、見て、あとねアメちゃん買ったの、可愛くない？私に全然似合わないけどで私は食べないよ、これ私は食べないんですけど買いました。みたぽさんありがとうございます。かわいいペロペロキャンディー、これは家族が買いまし食べました。多分家族がね監視用じゃなくて食べるって言ってて、かわいくない？写真撮るから貸してって言ってきたそう、漫画みたいなアメちゃんでしょ、こんぐらい。ですね、サッチーはこれ駄菓子屋で買ったんですけど、サッチーは梅を買いましたそう借り物なんです実は。さきちゃんやっほー、ありがとう。そう、サッチーがまたサーリーがやった、アメも喜んでるよきっと、ありがとう。映えるってやった。そう、さっきはね渋いの梅を買いました。カリカリ梅は好きなので食べましたね。カリカリ梅と、あとなんかロールキャンディーってやつがあって、今度もばめにあげたいって思ってるぐらいおすすめなんですけど、小さい時からずっと食べてる。ロールキャンディーって言ってクッキングペーパーにキャンディーが巻きついてて、こうやって剥がしながら食べるキャンディーと、あと何か、あとカリカリ梅と、あとカルパス買いました。あとチョコバットも買いました。実はチョコバット初めて。男の女神美味しいよね、めっちゃ食べてたけど、なんかめっちゃ塩分感じない？なんかすごい食べてて、あーめっちゃ塩分感じるって思っちゃって、たまにしか食べないようにしてます。そう、塩分ってむくむらしいね。なんかこんにちは、こんにちは、ありがとうございます。チョコバット美味しかった。そう、私ねよく渋いって言われるの。あと何が好きだっけ、なんか昔はあれが好きだったの、名前忘れちゃった、茎わかめ。でも小4なの、今の方が食べてるものは可愛い自分で言うのあれだけど、そう、もう小4ぐらいが一番末期だったかも、渋い味が、渋い系が。かば焼き？かば焼き太郎？美味しい？かば焼き太郎だよね。うまい棒はなんだろう？明太子かな。
あ、さっちなんか偏食なんだろう、これなんていうんだ、なんかアレンジ食がすごい好きで、あの豆腐に明太子味のうまい棒を砕いて豆腐にのっけて醤油かけたらめっちゃ美味しいです。昔何かでテレビか何かで紹介してて真似したらめっちゃ美味しかったです。こんばんは、こんばんは。たくあん好きだよ、たくあんもめっちゃ好き。キムチが好き、キムチは家に絶対常備してる。マッツさん星ありがとうございます。昨日は七夕でしたからね。あとゆうなちゃんお誕生日おめでとう。キラキラ光る。ちょっとこのミニ歯ブラシが気になっちゃったから。あ、すごいいいわ。サッチこんばんは。あ、めっちゃいい。これは旅行とかにめっちゃ使えそうな感じでした。マッツさん星ありがとうございます。ほら見て、解体できるの、これはめっちゃいい、いい購入品でしたね。最後の最後で買いました。え、めっちゃ嬉しい。はるさんハートありがとうございます。そう、サキイカとかつまみ系、サキイカとかつまみ系、え、めっちゃ好きかも。ミンディーボーイさんありがとうございます。サキイカとかめっちゃ好きです。チータラよく食べてた。あのカルパスの仲間のチーズバージョン知ってますか？あれがめっちゃ美味しかったっていう話。え、これはね、あんまり高くなかったですよ。390円でした。トールさんありがとうございます。かわいい。そう、遠征に向けていろいろ買いましたよ。楽しみ、頑張りてます。カキピーはわさび味派ですか？あ、カキピーわさび味派かも。あ、でも梅も好き、梅味。メタボさんありがとうございます。会いたい、会いたい。ミシェルボイさんありがとうございます。カワチス最近ピスタチオ食べてないから食べたい。ピスタチオも美味しいよね、わかる。でもピスタチオ高くない？ピスタチオ高いイメージ。わさびいきます。でもいけるけど、あんまりつけない。お寿司とか行ってもわさびはかけない派です。ですね。あ、でもイカは絶対わさびかけるって決めてます。つけるか。こんにちは、こんにちは。今日汁なし担々麺、あ、あれ汁なしじゃないか、汁あり。かたまつりさん短冊ありがとうございます。お願い事が叶いますように。でも昨日は雨だったから織姫と彦星は見えなかったね。だよね。でも私は夜はお外怖くてカーテン開けれない系女子なので見てないんですけど、そう見てないんですけど、でも雨だったから見れてないのかなって思ってます。なんか毎年雨のイメージなんですけど。そうですよね。こんにちは、こんにちは。サッチーやっほー、こんばんは。りょうちさん、お、かわいいビーチバレーありがとうございます。のぞみ4号さん、かわいいありがとうございます。りょうちさん、ハートありがとうございます。そう、なんか外怖いんですよね、カーテン開けるのが。サッチーが我らの織姫になってください。そうだよ、サッチーはみんなの織姫だよ。織姫ってどんな髪なんだろう。彦星はこういうのだったよね。ハロー、ハロー、こんばんは、こんばんは。ねえ、一応来てるんでしょ。確かに会えないときついね。みよこーちゃんさん会いたい、ありがとうございます。公園で会えたら会いたいですね、皆さんと。
ウェーマンさん、短冊ありがとうございます。願いが叶ったはずです。さっちの飛行星になりたい、短冊お願い。もちみんなの織姫だよ。なんかアイドルっぽいね、このセリフ。じゃあ1年に1回しか、確かに確かに。じゃあ織姫じゃない方がいいのか。なんでもないですよ。ウィンディーボーイさん、ありがとうございます。次会えるのは愛媛公園ですかね、当たった方は。でもしも、あでも当日券出てるのか。そっか、当日券で愛媛公園あるので、皆さんぜひご予定が空いていたら、7月15日待って、紙があるの。でもね、そろそろそれ覚えてきた。7月15日ダブルスタジオレッドで愛媛公演がございます。夏の瀬戸内ツアー in 愛媛があります。7月15日土曜日に一部で当日券が販売されまして、一部は12時半会場で13時からスタートです。でスタンディングで4480円で、学生はなんと2480円で、ちょっと安めで見れるそうです。もし学生の方が見てらしたら、これはお得情報ですかね。で2部は14時半会場で17時開演です。松山市駅、松山駅ではなく松山市駅から徒歩3分のダブルスタジオレッドというとこでございますよ。かなり安いよって。そうなんです、お安いんです。学生の方はちょっと割安ですね。気になるっていうか、まあ、発売されてるんですけど、出演メンバーは岡田あずみさんと諸くずのあさんと新井りあちゃんと岩崎かすみちゃんと北沢いちごちゃんと曽川さきちゃんとさっちです、と長谷川のあちゃんの7人で公演をします。イエイっていう感じの愛媛公演、ぜひぜひお時間ありましたら来ていただけると。サッチーはサッチー、サッチーハッピーです。そうですね、そうですね。でなんか次の日が日曜日なんですね。ちょっとこれはさっちのミスなんですけど、ちょっと場所まで調べてなかったんですけど、道後温泉別館アスカのっていう温泉があって、すごい私は知ってるけど、ショートビデオなんか愛媛を紹介してる調べて、すごいなんかカラフルで、でも和で、なんて言うんだろう、なんか台湾料理の台湾料理店みたいな感じの、なんかすごい綺麗な温泉があるみたいで、そこにまあ多分行けないんですけど、行きたいなってめっちゃ思ったので、皆さんにぜひ行ってほしいです。そうなんか、まあ13時からライブを見て、で何時間1時間ぐらいかで見て、でその後サッチー大好き、これは別に愛媛は多分牛タンは有名じゃないんですけど、サッチーが牛タン大好きなのでちょっと調べさせていただいたんですけど、牛タンのお店、牛タン酒場と牛タン、これどうしよう漢字が読めない、ここっていう牛タンのお店があって、でライブを13時から1時間見て、そこでお昼ご飯食べて、で最後
道後温泉別館飛鳥の湯泉ってところで温泉使って愛媛旅どうですかっていうサッチの推し旅どうですかこのプラン。でもちょっとね1週間後なのでお休みの、ね、関係とかでお休みが取れるとか取れないとかの関係で確かにちょっと難しいこともあるかもしれないんですけど、ぜひぜひもしも予定が合う方がいらっしゃいましたら待ってます。来てほしいな。来てほしいなっていう感じでございますですね。で2部は17時からあって16時30分開演なんですけどね、17時でそこでやってあやってるライブを見てスタンディングなのでやっぱちょっとふうヘタヘタになっちゃったってなるじゃないですか多分。そんな時にこのあと道後温泉別館飛鳥の湯泉にね疲れた体を癒しに行くというのはいかがでしょうか。サッチの推し愛媛旅公演は必須です。マストマストっていうね公演はマストでその後のね愛媛旅のサッチのおすすめのコースでございました。あと東道後の空と森合ってますか、すいませんフリだな振ればよかった自分。ここね見えるピント合わないのか、ちょっと字汚くてすいません、メモ程度で書いちゃったので汚いんですけど、っていうとこも温泉ですごい同じ感じですごいなんていうのなんだちょっとミスだなさっちが、なんかそのショートビデオ見たんですよ愛媛のいいとこ参戦みたいな、それでうわすごいっていう感動のあまりに書いちゃっただけなのでちょっとあれなんですけど、この2つの温泉がさっちはすごい印象的で皆さんにさっちは多分行けないので皆さんに泊まってほしいというさっちの愛媛旅の推薦でございます。そんな愛媛公園待ってますっていうちょっと長くなっちゃったけど以上です。あとさっちが出るのは8月20日の山口公園ライジングホールで行われる山口公園に出ます。お山口行きたいかもだって、申し込みしてみようか。どこのお店 STU48 です。 STU48 って公式で調べていただいたら多分チケットが買えますですね。山口公園も出るので、で申し込みが昨日の18時から申し込みが始まったので、ぜひさっちの地元での公演なのですごく楽しみです。特に他もねめちゃくちゃ楽しみなんだけど、あ山口応募したよだってもちろん申し込みました、やったーありがとう嬉しすぎる、待ってます。山口公園も山口のいいところはまたもう少し愛媛公演が終わってもう少し時間が経ったぐらいでまた言いますね。山口のおすすめはちょっとやっぱ17年間山口で育ったので育ったので盛りだくさんになっちゃいそうなんですけど、でもそっか、うん、ちょっと盛りだくさんになっちゃいそうなんですけど、また言わせていただきたいと思いますしって感じです。イエーイ終わり。山口当たるようになってますね、当たってほしい。でも山口公演が出たいっていう願いはずっと願ってて叶ったのできっと叶いますよ。あ山口公演詳しくおすすめする、えオッケー、もちろん任せて、山口の女だから。あ山口の色好きよってね、美味しいよね山口生色が特に好きです。タッチはあわわわ動いちゃった。そう山口はバースデーの次の日なので、そう楽しみですね。山口も楽しみです。
そうそう、本当に18歳になりたてのサッチって感じそうなんです。タッチこんばんは、こんばんは。そう、誕生日の次の日なんですね。そう、18歳ほやほやなんです。あ、そう、愛媛っていうか公演の後にお見送り、ちょっと長めのお見送りがあるそうなので、それも楽しみにしてるし、楽しみにしてくださってたら嬉しいですね。りょっちさん会いたい、ありがとうございます。あ、生誕祭ではないです。6月20は別に、あの6月20は普通に6月20、あの前髪の、 あの瀬戸内ツアーなんですけど、誕生日の次の日だよっていう感じですね。そう、りんちゃんも山口で一緒で山口公園に出れるから嬉しいよねっていう話です。ね、嬉しいね。こんばんは、こんばんは、サチヤッホー。そう、2005年8月19日生まれでございます。獅子座です。ガオライオン座。こんにちは、こんにちは。山口楽しみくん、やった。そう、夏の女ひまわりが愛媛で、そうだね、会えるので、最後はあ、お話し会来る方はお話し会が最後か。17歳のサッチ、こんにちは、こんにちは。とね、愛媛はもちろんのもちろん鯛めしも有名です。あとみかん、かすみがみかん食べたいって言ってた。突然の獅子の安くじゅうしないしないで、きっともう悲惨な顔してるから、かすみによくやるんだよねって。ミシェルボイスさん、ありがとうございます。かわいい、かわいい、かわいい。 TikTok 見てるで、ありがとうございます。TikTok、サチも大人の髪、そうだね、18歳はもう成人だよね。こんにちは、こんにちは、こんにちは。なんか見つけてねって、うん、見つけるよ絶対。ベンベンベン、こんにちは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 。りょうちさん、ありがとうございます。ハート、来月誕生日か。そう、来月誕生日、来月か、やばいね。今日何日、8日か、1ヶ月と11日、やばいね。え、どうしよう、嬉しい。なんかさ、誕生日って若くするよね、やっぱ。え、嬉しい、誕生日。そう、誕生日の次の日が公演じゃないですか。で、全然まだ詳細とか分かんないから、何時に出るとかも分かんないんですけど、え、でも絶対やりたいです。ショールームってか、やります、やりたい、本当にやりたい、ショールーム配信。そう、そう、どうなるんだろうって感じですね。あ、かわいい、あ、ありがとうセブンティーン、そう、あと1ヶ月、何しよう。1ヶ月、17歳もあと少ししか、そう、あと1ヶ月11日しかなくて、え、何しよう、何しよう。セブンティーンだよ、セブンティーン終わっちゃう。え、やばいね、なんかさ、去年はセブンティーンだったよとか言ってみんなと喜んでたけど、もうセブンティーンが終わっちゃうんだ。早いね、ほんと、ほんと時って早いわ。あ、山口公園の、え、当たるといいね、ほんと、決まってるなら嬉しい。父さん、ハートありがとうございます。ミシェルボイスさん、ペンライトありがとうございます。そう、ペンライトのカラーは黄色、白、黄色の3本なんですけど、振ってくださったら嬉しいです。黄色、白、黄色の3本です。こんにちは、こんにちは、こんにちは。佐川咲き覚えます、ありがとうございます。最近サチを気になり始めます。あ、本当ですか、
ST48 3期研究生曽川咲です。ありがとうございます。気になってくださって。確かにセブンティーンって言ったらセブンティーンアイスだね。セブンティーンアイス食べながら配信しようかな最後。でも多分でも無理だね。多分帰るまでに溶けちゃうかな。てか広島来てセブンティーンアイス見てないかもっていう感じです。でも多分どの辺にもあるのかな。まだ見つけられてない自分は。そうペンライト多分3本なので1本購入になっちゃうかもしれないんですけど、よろしくお願いします。ありがとうございます。トールさんペンライトありがとうございます。ウッチーさん会いたい、ありがとうございます。そう3本です。サッチーヤッホーヤッホーヤッホー。 LED なんてずっと先のことじゃないのかだったのにね。すぐだった。カスミンと同い、あ、カスミンと同い年です今は。でも1ヶ月と11日後にはサッチーが1歳年上になります。メタポさん短冊ありがとうございます。お、サッチのウェディング写真ブチを決めて、え、やったー。ウェディング写真の7月の生写真の購入もできるので、ぜひウェディング姿のサッチをです。そう7月ウェディングでした。ウェディングドレス、ウェディングドレスなんて着ることがないから、着ることあったら面白いね。着ることがないからすごい時々なんていうの、緊張しました。あ、こんなボワーって感じなんだって感じでびっくりしましたね。ペンラサーモンって推しサイですか。推しサイ、そうです。サッチーのペンライトは黄色、白、黄色の3本です。ぜひぜひよろしくお願いします。行かないでサッチー、サッチーは大丈夫だよ。ありがとうみんな。来週お話し会、そう愛媛公演が15日にあって17日がお話し会っていう素敵な週末を過ごしそうです。3連休、愛媛公演3連休か。あ、3連休か、そりゃ嬉しい。そうですね、今日の服も可愛いです。やった、今日はミニ丈のニットです。お気に入りって言っても2本しか、2回しか着たことない、まだ新作目です。こちらのサマーニットは今月はコスメをちょっと追加購入が多いので服はお預けということですね。黄色白黄色に3本にしようと思ったり、なんかいいなって思ったから。何気に愛媛チア行きます。え、本当にやった、ありがとうございます。ハッピー、サッチハッピー、こんばんは、こんばんは。あ、サマーニットお似合いです、やったありがとうございます。のぞみ4号さん似合う、ありがとうございます。KEVPH さんバラありがとうございます。炭酸せんべいさんかわいい、ありがとうございます。いつまで経ってもあのハードがねこうなっちゃうの、こうだよね、こうなっちゃうから気をつけない。愛媛公園晴れ、あ、そうなの、やった。鳥取太郎さん似合う、ありがとうございます、やった。結構お気に入りなので嬉しい。りょっちさんハートありがとうございます。そう、こうなっちゃうね。お天気がいいよねやっぱ。こんにちは、こんにちは、こんにちは。ひみこにひまわり持ってきました、え、やった、イエーイ、ありがとう。メタボさん単独ありがとうございます。そう
チは晴れ女。サチはどうなんだろう、意識したことないですねっていう感じこんにちは、こんにちは、こんばんは、こんばんは。サチどうなんだろうね、どうなんだろう、わかんないジャッキーさん短冊ありがとうございます。英語やありがとうございます。英語やペンライトカラーは黄色白黄色の3本そうです、黄色白黄色の3本でよろしくお願いします。これの傷に見えちゃうね。大丈夫です、皆さん、こちらは今日コスメを買いに行った時のテスターのアイラインとマスカラなので大丈夫です。この辺で見たらちょっと傷っぽいかな、大丈夫かな、大丈夫です。さきちゃんに会えて嬉しいよ、ありがとう。たちも嬉しい。 AED なんてずっと先の子。みょこちゃんさん似合う、ありがとうございます。さっち見えたら心が荒れる。あ、やった、嬉しい。猫、確かに3本だもんね。これ全部色違うんだ、実は。黒とグレージュと茶色。何色を買うかというと、多分黒を買うかなっていう感じですね、今の感じ。今は茶色を持ってるんですけど、多分黒を買いますっていう感じです。こんばんは、こんばんは。眉毛ね、描くとだいぶ印象は変わるみたいですね、確かに。さっちもずっと描いてなかったんですけど、描いたらやっぱ印象変わったなとは思いますっていう感じですね。猫ひげみたい、確かに3本だからKEVPH さん、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ペンライト3本持つの気づかった。あー、そうなの、それは皆さんすいませんでも3本振ってくださいお願いします、ありがとうございます。振ってくださったら、そう、最低な圧がそう気合でね、多分ここの筋肉がつくと思うんで、ぜひぜひ3本持ちで。かたむつりさん、お星様ありがとうございます。キラキラ、えいこや、ありがとうございます。気合大事、サッチーも気合を込めてパフォーマンスをしたいと思うので、パワーでね、頑張りたいと思います。うん、すごい楽しみ。こんばんは、こんばんは、サッチー、やっほー。片手にペンライト、片手に、あ、そっか、ペンライトとうちわもあると3本は大変なので確かにやっちゃん、ありがとうございます。バレーボール、ビーチバレーかな、2本持って、うちわってこうじゃないと、あ、でここに3本刺して、3本持ってうちわめっちゃ大変、よろしくお願いいたします。ぜひぜひね、ギターの弾き語りもそろそろしたいですね。オッチェです、愛媛公演前に一回したいなとは思っております。でもなんか最近朝配信朝配信もするじゃないですか。で、朝も歌いたいなって思うんですけど、声が出なくて朝だから悩みなんです。朝配信の声が出ないっていう、カラオケ配信したいんですけど、そう、アサッチは声が出ないんです、実は。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ええ声や、ありがとうございます。やった、朝のぼやっやっぱさ、夜と比べるとぼやってしてるのかな。
分では自覚がない。あ、子守歌いいね。確かにもうカスカスの声で歌うしかないじゃないけど立ち押しは警部必要なのかという。そう、ペンライトが3本なので、そう、ちょっと気合は必要でございます。りょちさん、だるまありがとうございます。こんばんは。こんばんは。じゃあ今日はせっかくなのでちょっと歌いたいと思います。最後の方にギターじゃなくて、ギターではないんですけど、カラオケなんですけど。サチこんばんは。こんばんは。寝起きかあるのか。さすがに寝起き、この前は30分だったんですけど、寝起き30分、さすがにあったか、寝起き感が恥ずかしい。自分では結構あれ、実はメイクちょっとしてて、マスカラちょっとしてて、あとアイラインも薄く引いてて、で眉毛も描いてるんですけど、それでもやっぱ出ちゃうんですね、寝起き感が。寝起き3分絶対無理。私もう朝の髪は見てほしいけど見てほしくない、なんていうの、本当にボサ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 ですよ。やっぱり、あ、やっぱり可愛いね。ありがとうございます。ね、雷が、確かに。46系のカラオケ OK。あ、大丈夫ですよ。おいでませ、元気さん、短冊ありがとうございます。寝起き3分絶対に、もう本当に爆発してるの。前髪とかない、本当になくて、そう、寝起き配信絶対嫌だあ、ギターの弾き語りはまた姫公演までに、ちょっと約束はちょっとギリやめときますって感じなんですけど、姫配信までに1回したいなとは思ってます。10日とかできるかな、ちょっと熱中です。すいません。ミシルボイさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。そんなこと言ってくださって、センター頑張れって。できるように頑張ります。ありがとうございます。寝落ち配信。そうなんですね。勝手に切れるのかな、そういう時って。大丈夫ですか、皆さんもお住まいのとこと。あ、充電はさっき挿してたので、充電コード大丈夫でした。あ、リエッチ、あ、マッツさんありがとうございます。リエッチ、あれパンケーキ焼いてたのね。私一瞬だけ入ってショールーム、お好み焼きかなって思っちゃって、あ、パンケーキだったんだあれ。いや別になんかそんな違うものに見えたとかじゃなくて、一瞬しか見てなかったから間違えただけなんですけど、パンケーキ食べてたのね。いいな、食べたい、ね、雷が。みんなおへそを取られないように気をつけてください。ゴロゴロだね。お腹減ったのグーグーなってるけどお腹減っちゃった。今日の夜ご飯は牛丼でした。美味しいよね。こんばんは。こんばんは。そう、一瞬だけ入ったの。一瞬だけ入って、そう、お外にちょっとだけ買い物してたのね。一瞬だけ食べた、食べたじゃないみたいな。そう、ホットプレートだったから、そう、お好み焼きかなって思っちゃったけど、パンケーキだったんだ。いいな。確かに牛だらけ。牛肉ってやっぱ美味しいよね。あ、いい笑顔ありがとうございます。さっちこんばんは。んこそば、こんばんは。んこそば、ゆうなが彼方の音が言ってたかも。キッチンさん、短冊ありがとうございます。
どこで遊説に行っても牛タンを紹介するときは、でもどこの県に行くってなっても牛タンはあるのかなって思っちゃって調べちゃう。愛媛も調べちゃった。牛タンないのかなって思って調べましたね。あんまり牛タン屋は巡ったことないんですけど、愛媛の牛タン屋さんはなんか牛タンのユッケとかもあったし、牛タンの揚げ物とかもあったし、私は食べたことないんですよ、焼肉の牛タンしか。だからどうしても行きたいですね、いつか。いつか絶対行きたいです。牛タン旅したい。そういう気があったんですよ。びっくりだよね。美味しそうでした。真夜中は僕だけの時間だ。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。何歌おうかな。ところでどっこい。こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日することおめでとう、サチ。ヤッホー、ヤッホー。何にしようかな。そう、仙台にね、行きたいの。わかる。奥海。どうしよう。どうしようかな。二度目の褒めの下のお名前、何とお読みするんですか。下のお名前は、佐川咲。咲です。咲って言います。よろしくお願いします。どうしようかな。ちょっと初訪問たくさんありがとうございます。 STU48 3期研究生の曽川咲です。こんにちは、曽川咲です。そうです、サッチーこと咲ちゃんって。咲ちゃんがいい名前ですね。ありがとうございます。そう、サッチーではつが、本名はサキと言います。イヤホンさします。こんにちは。私めっちゃ年下に見られてる。そうでもないか。カスミにはめっちゃ言われます。サッチコが年上には思えないってそう、夢はガラス瓶の中にあるのかな。私その曲大好きなの。夢はガラス瓶に入れて海に流せば叶うかな、いつかはちゃんと。あるんだけど、どうしよう。嬉しすぎる。なんかもう本当にあの歌大好きなんですよね。坂道の方が来てらっしゃってくれてるのかな。坂道の曲ね、初見さんいっぱいでありがとうございます。皆さん、 ST48 3期研究生の曽川咲です。こんにちは。坂道の方が来てくださってるのかなですか。なんか好きな方がいらっしゃいますね。どうしよう、まあ、何曲か歌おうと思います。今日は何曲か歌おうと思います。見かれちゃった。夏の近道で歌いたい。夏それでは聴いてください。夢やグラス、やがて必ず届くことを海流は知っていたんだ。は誰でも大切なことを忘れる。あんなに熱く語り合った日々も色褪せてくのさ。激しい嵐もいくつかの夜を過ぎれば明るくなる。ただ日常が広がるだけ。僕は今負けそうだ。自分のその無力さ。Go, go.
を夢をガラス瓶に入れて海に流せば叶うかな。いつかはちゃんと自分の元に帰るように波が少しずつ運んで地球一周できるかも。願いの強さとは巡り巡った距離遠いあの頃の純粋な気持ち。遠く眺めて何回もついたため息、目指してた地は夏の海越えた彼方にあるのか。世界の果てが見えなくたって帰るわ。自然の意志は諦めない。君をリスペクトする。当たり前の毎日に飽きることなく夢がどっかの海原で沈んでしまったりしないか。想像すると時々不安にもなるけど、きっと未来は思うよりいい方へと流れてる。できない理由ばかり考えていないで楽天的な日々思い出すんだ。波は何度寄せて返すか。指を折って数え永遠の長さを知る。何かを手に入れるのにそんな簡単なわけない。ズタバタしてもしょうがないよ。やるだけやったら今の自分にできること教えられた気がするよ。変わらない震災の中であの海流が夢を届けると信じながら、夢をガラス瓶に入れて海に流せば叶うかな。いつかはちゃんと自分の元に帰るように、波が少しずつ運んで地球一周できるかも。願いの強さとは巡り巡った日々、遠いあの頃の祈りさえ閉じ込めた純粋な気持ち。ありがとうございます。今のは STU48 で夢をガラス瓶の中に入れてでした。ありがとうございます。あそこが好きですね。特に今の自分、あ、なんだ、うん、今の自分にできることが好き。あの辺のラスサビ前っていうのが好きです。皆さん、ありてはありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。あ、いい声や、ええ声やって、ありがとうございます。ええ声や、ええ声や、サチの助けで爽やかでいい曲だね。こんばんは、かわいい、ありがとうございます。皆さん、ピチが性格でも本当ですか、ありがとうございます。ボイトレは受けてます。なんだかマチさん、ありがとう、声綺麗、ありがとうございます。SNS に来てくれて、いい意味でも聞けるか、あ、ありがとうございます。皆さん、裸いいサッチー、ありがとうございます。じゃあ次何にしようかな。夏の近道ってあるのかな。サッチーもこの歌好きなんだよ。
え、あるじゃん。ちょっとところどころあれかもしれないんですけど、聞いてください。
の近道でした。ありがとうございます。ありがとうございました。もうこれは大好きな曲でよく聴いてますね今でも。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。え、声や、そうなんだ、そうです、よかった、声質、声だけで誰かから、ありがとうございます。天使の声や、感謝力の番、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、そう、桜坂のこのセンターの方も山口出身ですね。ありがとうございます。こんにちは。何を持ってるの？イヤホンです。うまいね、ありがとうございます。あ、そうなんですか、作曲の方も。そんな歌声素敵です、ありがとうございます。そうです、さっきのさんの曲です。素敵な歌声ありがとうございます。ありがとうございます。夏の好きなご用事、あ、いいね、爽やかすぎて、ありがとうございます、ありがとうございます。ゆいのマヨネーズあったよな、くしゃみでそう。大丈夫だった。あら、もう1時間経ったんだ、どうしよう、あと1曲ぐらいかな、何にしようかな。どうしよう、何がいいかな。手の甲どうした。そうだよね、これは大丈夫です。皆さん傷に見えりそうだけど、今日はコスメをちょっと見に行ったので、その時のテスターの後なので、そう、ウォータープルーフで全然取れない、逆にいいことなので、ありがとうございます。大丈夫です、こちらは。そうです、大丈夫です。どうしようかな、トゥルトゥトゥルルルトゥトゥ、じゃあ最後の今日のカラオケの配信は、ちょっと待ってくださいね、今日のカラオケの配信の最後は、あー待って、マホロバ歌いたいから、マホロバちょっと個人的に好きなので、マホロバし、これです。キラキラした、あ
の眼差しをこの街出てもずっと忘れるな。そう大好きだからここで見送ろう。悲しみよりも愛は強いんだ。もう別れの訳は説明付き。あれ？止まっ。ん？描いてた夢が叶う。それだけで涙が報われる。ずっと思っていた。え、なんでだろう。心が切なくてでも大好きだから無理に微笑もどんな悲しみよりも愛は強いんだ。幸せになれ僕は海に向かって大声で叫んだ。涙よありがとう。今のは ST48 で大好きな人でした。ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございます。パチ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 、かわいい、うまいね、めっちゃ伸びる、ありがとうございます。栄光へ、ありがとうございます。拍手ありがとうございます。たくさん栄光へ、ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとう、あ、そう、足しました最後。ここはロングなんだった、ありがとうございます。エコヤありがとうございます。最高、ありがとうございます。 ST48 号が見ました、ありがとうございます。ありがとうございます。おー、成功だった、ありがとうございます。どうしよっかな。じゃあ最後に、サチ実はこの曲は思い出がいろいろある、とても大好きな曲なので、ありがとうございます。前回見に来た時より可愛く見えるのは私だけど、ありがとうございます。それはそれは、でも思ったんですけど、ノイミさんの曲は歌っていいのかなと思って、どうなんだろうっていうあれです。なのでちょっとすいません、一回お預けすいません、ちょっと一回お預けになっちゃうかも。そういえばと思っちゃって、イコラブさんはいいって聞いたんですけど、ノイミさんはどうなんだろうと思って、大丈夫なのかな。いいんです、 OK。 でもどうなんだろう、あ、いけるんだ。じゃあ最後に、でもノイミさんどうなんだろう、イコラムさんはいいって聞いたんですけど、まあ、一
回保留にさせていただきます。すいません、確認してからもう一回また歌う日で歌おうと思います。すいません、期待させちゃって、ちょっと一回確認しときます。すいません、期待させちゃってすいません。なので大目じゃないんですけど、代わりの一曲を最後歌おうと思います。ありがとうございます。すいません、期待させちゃって、確認してから。でも大好きな曲なのでいつか歌いたいですね。ありがとうございます。ちょっと確認してからにします。じゃあ最後、本当にじゃあマホロバさんの代わりの最後の一曲を歌おうと思います。何にしようかな。今何時だ。じゃあ一曲歌って壇上を読んで終わろうと思います。何にしよう。何にしようかと考え中です。どうしよう。じゃあ最後は、リクエストが見た感じ多かったこの曲にします。真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。夢の中なら自由に振る舞えるのに、友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて生き。ねえ、どうして止まるの。なんでなんで何になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。君に
教えられた新しい。ごめんなさい、本当にごめんなさい。見たよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ。ごめんなさい、今のはバッテリーです。さっきのは生きることは呼吸すること。急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていい。声に出してみる。君が君が好きだ。ありがとうございます。今のは STU48 で息をする心でした。ありがとうございました。それではイヤホン外させていただきます。お茶です。ありがとうございます。はちはちはち、ありがとうございます。初見の方もたくさんありがとうございます。 SE48 3期研究生の曽川咲って言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。雪明け作りさち元気よかった。素晴らしい天使の声ですか。この曲いい曲、めっちゃいい曲です。さち大好きです。とってもお上手。さちありまくりました。好きな歌ありがとう。イヤホンで歓喜です。あ、よかったです。ありがとう。やばい、癒される。今日はたくさん来て、チームくるくる、うん、海、ほんまにちょっと、かわいい、初見です。はちはちはち、ありがとうございます。皆さんたくさん、はち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 。で、ソロコンも、もっともっと練習して、いつかできたらいいなって思ってます。やりたいですね、ソロコン。さきちゃん今日からおしめ、え、やったー、ありがとうございます。めっちゃ良かった、ありがとうございます。無謀ね、今度歌いたいと思います。ありがとうございます。さちの息をするか聞いたこと、よかったです。それじゃあ30分過ぎているので壇上を読まさせていただきたいと思います。13位ミンディーボーイさん、12位ゆきおさん、11位おいでます元気さん、10位りょうちさん、9位 STU さん、8位みわこうちゃんさん、7位 KEVPH さん、6位メタボさん、5位かたむつりさん、4位トールさん、3位マッツさん、3位ありがとうございます、2位やすべさん、ありがとうございます、1位くまねパパさん、チロチロチロ、ありがとうございます。皆さん本日も配信を見に来てくださってありがとうございました。パチ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 、ありがとうございます。こんばんは、おちゅ、ありがとう、配信ありがとう、配信ありがとう、またね、はち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 、配信ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。皆さん今日も配信を見に来てくださってありがとうございました。楽しかったです。お疲れ様、お疲れ様、こちらこそ今日一日お疲れ様でした。それじゃあまた次の配信でお会いしましょう。それでは皆さん配信見に来てくださってありがとうございました。じゃあおやすみ。今の一瞬のカメラ目線あ、間違えた。それでは皆さんまた
の配信でお会いしましょう。バイバーン、おやすみ、お疲れ様、ありがとう。